今回は付加価値の作り方という本をご紹介します。キーエンスの販売チームはその営業提案力において非常に印象的です。実際の会話の中で3ヶ月前にお話しさせていただいた新設備開発の進捗状況はいかがでしょうか、御社での予算策定時期が近づいていますしといった具体的な情報提供や御社の課題について長らく考えており、日曜日の朝に突如として解決策がひらめきましたといった瞬時の洞察力を示す言葉が使われています。これらの言葉からキーエンスの販売担当者たちは自社の製品に対する確信を持っていることが伝わってきます。なぜキーエンスの販売チームがこのような自信を持って提案できるのか、その秘密について知りたい方にはぜひ本書を手に取っていただきたいと思います。本書はかつてキーエンスで技術営業として成功を収めた田尻望氏によって執筆され、製品やサービスに付加価値をどのように提供するかについて詳細に説明しています。特に興味深いのはキーエンスがこれまでにあまり公に語られてこなかった付加価値の提供方法に関する部分です。この書ではマーケットイン型アプローチ、高い付加価値を提供するための標準化、そして世界初や業界初の製品を開発することがキーエンスの成功のキーワードとして紹介されています。これらの戦略について詳しく解説されており、どんな業界や業種に関わる方でも驚きと新たな発見があることでしょう。本書では付加価値の定義からキーエンスの戦略、法人顧客を獲得するための6つの価値提案方法、ニーズの発見方法、そして付加価値を伝える方法まで幅広く詳細に説明されています。これにより付加価値って具体的に何なのかと疑問を抱く方から、新たなプロジェクトを成功に導きたいプランナー、成績向上を目指す営業担当者、自社の強みを強化したい経営者まで、幅広いビジネス関係者にとって洞察に富んだ一冊となっています。